皆さん、暑い中、お集まりいただき、ご苦労様です。第2回尖閣諸島沖縄領有アピール を行います。この尖閣諸島というのは、これはもう議論の余地もないぐらい昔からあの沖縄のものでありますが、しかし沖縄以外のところが領有を主張しておりますので、ということはこちらもずっと言い続けないと相手のものになってしまいます。法律とはそういうものなんですよ。ですから本当はもっと大きい団体が沖縄県民大会みたいにね、何万人という規模でやってほしいんですが、今のところまだそういうところまで行っておりませんので、小さいながらも我々みたいなこの団体がまず呼び水といいますか、きっかけといいますか、やる必要があると。で、大きいところが始まって本当に県民的に始まるんでしたら、こちらも一緒になってやればいいと思います。今日は本当にご苦労様です。それでは、第2回沖縄諸第2回尖閣諸島沖縄領有アピールの、声明文を読み上げます。尖閣諸島沖縄米、イーズン久保島はかなり昔から沖縄の漁民の生活圏に入っていた。しかも1909年の定住民は実に248名に達し、家が99軒もあったと数えた。少なくとも1896年以来、1970年までの74年間、沖縄県琉球政府が排他的にその行政権を及ぼし、現実に、住民が利用している。で、このことについて、他のいかなる国もその支配に対して異議を挟まなかった事実が琉球、沖縄の領土であると主張できる根拠です。したがって琉球、沖縄の領土であることは当然であり、沖縄はまた沖縄は歴史的に、薩摩の侵攻、琉球処分以来貧困に甘んじてきた。沖縄周辺の膨大な海洋資源は沖縄主導で活用すれば、沖縄経済の起死回生に、必ずや貢献するものと信じる。国連憲章でも謳われているように、住民と領土と資源は一体のものであり、沖縄県民として強く訴えるものである。かりゆしクラブ、代表柳原長介、2009年7月11日以上です。それでは、デモ更新を行いますので、ところどころまた演説すると思いますので、よろしくお願いします。